い、間違えしました。シャケナラム。よろしくお願いします。本日の武器ですね。実は、金の武器が来ました。やべ。あれだ。船になってる。船だ。飛行機じゃない、あれじゃない。船が見えてる。やばい。普通はヘリコプターですよね。あ、よろしくお願いします。実は皆さんが、金の武器、クマさん武器になったということで。あれ、なんかイカロール。やべ。俺は、やべ、俺はイカロールにもしかしたら、魅力をされてるのかもしれない。むずい。うれ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 。あ、できない。できない。俺もしかしたら、いや、できない。もうやべ、バレた。みんなに気づかれちゃう。でも、シェケナダムってどっちのステージでもあるよね。よし。しっかり入れて。うれうれ。強いの、ロキンの。これ使いたかったの。使いたかったの。よいしょ。投げれない。投げれない。投げれないぞ。そう、割れない。あ、イカロールできない。やばい。危ない、危ない。待って、ほんとに。俺は、スプラトゥーン3に魅力を感じているのか。もしかして。よろしくお願いします。本日ですね、実はスプラトゥーン2もみんな気づいたと思うんですけど、スプラトゥーン2が、クマさん武器だったんですよ。月1のね。なので、クマさん武器使いたいなと思って2つけました。で、3から始めた人はもちろんわかんないんですけど、これ金の武器、金のクマさん武器ってのがありまして、それがまあブラスターだったり、チャージャーだったり、洗濯機だったりって結構あるんですけど、やれないな。やれないけど、ご利用者がいける。はい、よろしくお願いします、と。で、プレッサーも倒す。オッケー、20個いきましたね。で、投げれないんですよね。あと、イカローラもできないの。だから今、苦戦中なんですけど、すごい変な感じがします。すごい変な感じがするけど。でもまあ、武器としてはすごい強いので、よいしょ、あ、投げれない。本当に本当にこの動きにね、ちょっと翻弄されますね。やっぱ、スプラトゥーン3偉大だな。ねえ、ずっと武器同じなんですけど、2個。まあ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 、しっかりやっていきましょう。これやりたかった人多いんじゃないかな、金の武器。ねえ。あ、まあ、大砲じゃないですか。大砲打っとこう。シャケナダム上から大砲打っときましょう。ステージはね、スプラ3にもあるステージなので、一番最初のステージってシャケナダムなんですよ。なので、このステージが、まあ普通の、本当に普通のステージね。プレスされたい。うわ、絶対撃ってくんじゃん、あれ、もう。ちょっとめんどくさいね。プレス倒した?全然当たってないんだけど。やばいやばいやばい、死ぬ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 。プレッサーは相変わらず強いですね。で、うわ、マジか。うわ、マジか。うわ、マジか。うわー危ない。待って、遠すぎてさ、倒せないからさ、近くで撃とうかな。プレッサー俺のこと撃ってるから、味方ぶっちゃけ大丈夫だと思うんだよね。あ、ナイス。てか、スペシャルも変わりまして、今、スーパーチャプチャ持ってます。いや、こっちが来てるね。味方がやばい。あー、だろうな、今やると思った。で、ここにいると、まずいので、スーパーチャプチャでもかましていきましょう。あー、ちょっと俺入りたかったのに、くそ!入れなかった。まあ、いいや。もうドロ。あと3個でしょ ?3 個なら味方入れられるじゃろ。大丈夫か?ダイバーとかいないんですよね、ちなみに。スプラ3には。ダイバーさんにはいません。はい、オッケーです。まあ、上から、タイを打つのも強いと思うので、ドスコイを倒して、味方、さっきの味方やられちゃったんだけど、あれもなくなると思うので。あ、これ俺撃たれるかな。よし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 。とりあえず、ドスコイを倒す。余裕ですね。ちなみになんですけど、今、達人400なんですよ。なので、そこそこ強い敵が出てくる。強い数の敵が出てくると思うんだけど、それでも、なんか余裕を持っていたので、やっぱクマさん武器は偉大だなと。で、ちなみに俺今使ってる武器チャージャーなんだけど、これめちゃくちゃ強い。俺すごい好きで。クマさんの弓なんかよりも強いの。で、次多分クマさんのワイパーとか出てきそうだな。3では。これがめちゃくちゃ強い。インクすぐ切れちゃうんだけど、チャージャーの威力を持ちながら、竹みたいに電車ができるの。ここで止めちゃうのか?いや、これ投げたいな。寄せて倒したいね、これね。投げれないので、スプラ2は。呼びます、味方を。できるだけ近くで倒したい。まあ、ここでいいですかね。
ヘビ邪魔になっちゃうので。で、これ俺のとこ来るかな。オッケーオッケー。これ連れてって。はい。お、ヘビがなんか、あれ違う人標的にした？で、いいや。ヘビ多分後に残しとくと面倒なので。寄せたら寄せたで、あ、俺のとこ来てるね。はい、極力こっち。ヘビずっと来てるな。オッケー。で、レベル一応3なので、これ入れ放題ですね。オッケーオッケー。俺、倒しちゃおう。金の、あの、熊さん武器のチャージャーなので倒しちゃいましょう。21個いった。普通に撃てる。はい、2発。まあ、ちょっとあれは倒してあげたい。これハイプレミ型が頑張って撃ってるけど、当たってないですね。やばい。当たってなかったですね。ハイパープレッサーは、今回のあの、ミサイルじゃないや、5.1 チャンネルではなく、自分で当てなきゃいけないので、後で使ってみるんですけど、使ってみようかなと思うんですけど。てか、2、もうみんな知ってるよね。俺の動画見てる人も2から見てるもんね。まあ、3から始めた人よろしくね。弾拾いはね、飛んでこないから。まあ、新しいもの感覚で見んだろうな。2から始めたらな。あ、ボムラッシュ懐かしい。なんかすごい懐かしい、スプラトゥーン2。1ヶ月やってないだけでこんなに懐かしく思うものなのか？はい、こんな感じで。クマさんは健在です。ありがとうございました。もう一戦やってみようかな。普通に楽しい。金のクマさん武器普通に使いたい。他の武器も使いたいな。イェーイ。余裕。余裕っすよ。はい、よろしくお願いします。シェキナダムです。本日ですね。スプラ3ではなく2ということでですね。頑張ってやってるんですけど、別に何も考えずに喋ってた。お、あ、また同じ武器じゃないですか。悔しい。パラシェルター、クマさんシェルターは使いたくないけど、クマさんのスロッシャーは使いたいな、俺。あ、なんかペチペチしてるじゃん。気のせいか。イチャイチャしてるイカがいる。そう、まあ、イカロールできないけど、2は。3と違って。で、寄せて倒さなきゃいけないけど。はい。もう別に言うことないですけど。最近ちょっと頭が痛く、最近ってか、ね、昨日からですね。昨日の夜から頭が痛くて。なんか、頭痛なんですけど、いい薬、ありますかね。ロキソニンで大丈夫ですかね。なんか頭痛がすんのよね。あ、ナイス。でかい。シャー。そしてね、ちょっと寝起きなんですよ。ただボム入れてた。あれなんか倒してくれそうなんでいいや。雨だけ打つとこう。これやれるよね、多分ね。ノルマ15個なんて楽勝でしょ。あ、届かなかったごめんなさい。これは本当にごめんなさい。あ、いや、プレッサー来たの見えちゃった。あ、やばい。あ、てか俺ハイパープレッサースペシャル。オッケー。プレッサーなので。あ、ナイスです。よく入れた。味方よく入れた。もう倒せるか？ナイス！プレッサー行ってきまーす！もう見えたので。足元！プレイ！オッケー、なんか味方もついてきた。もう倒したよーん。もう俺は倒したんだよーん。俺の方が早く気づいた。この、倒すのはスピードなので。早く気づいた者勝ちなので。あ、一回こう倒した後に、パッてこう周りを見てからどこ行くか決めるのがスプラトゥーンのサーモンランのおすすめなんですよ。鉄球、まあ、今回鉄球もめんどくさいだろうし、ハイパープレッサーもめんどくさいと思うので、一回チラって周りを見ないといけない。あ、傘来た。これパラシェルター、これね、弱いです。ただ塗りが強いので、すごい塗れるの。塗りだけすごいけど、あんま強くない。家だけこっちを、あー、あれ倒しちゃった。まあ。で、味方がプレッサー行ったのをリグガンで確認できたので、こっちは来てないじゃん？あ、いいね。敵全然いないね。てか、ノルマ16だって少なくない？今まで20とかでやってきたからさ、スプラ2、3。なんか30近くのもあったな、28とか。すげえ少なく感じるよ。あ、危ない。車が多いからね、勝てないことも多いんですよね。次は。まあ、その代わり投げれるんですけど、
ぶっちゃけスプラ3俺投げるの、いくら投げるのは反対勢だ。反対勢だからないだろうけど、個人的にはもう寄せて倒すのがベストだと思ってるので、インクなくなっちゃうじゃないですか。いいから投げると。余裕あるときはいいけど、ないときのインクって結構きつくて。ふい。今死ぬと思ったでしょ、みんな。思うじゃん。死なないんですよ。あ、これもうハイプレで撃っちゃおう。これ自分で狙えるんで。難しいハイプレ。こんなに使わないと難しくなるものなのか。みんなやられてる。これボム入れちゃおう。みんなやられてる。で、これヘビ倒せばいいんだよね。いけますね、これね。よし、16個。はい、オッケー。もうこれ倒しちゃいましょう。ダメージが弱いんだよな。で、この肩パッドにも一応、見ないで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 。おい！オッケー、オッケー、オッケー。ハイプレが少し難しく感じた。久しぶりに使った。あ、みんな全部の武器制覇した。クマさんスロッシャー来た。これは貫通できるの、敵を。貫通できるんですよ。あの、鉄板とか、アメフラシとかの重厚装備？あいつらにも貫通ができる。ただ、振りがちょっと遅くて重いし、4発ぐらいしか撃てないので、使い方はね、難しいんですけど、あえてにはもう別に撃たなくていいや。あれ？モグラ全然来てない。モグラこっちで倒したの？マジか。これはドンマイですね。これは撃ち返して、撃ち返すのは別に普通なんですけど、あ、ヘビ来てる。待って、みんなこっち寄せた方がいい。絶対寄せた方がいい。本当に、投げれないからね。はい、貫通するの見た？ほら、倒した。ヘビ倒したんですよ、今。貫通で。あ、これも、見てて。開いてないけど倒せるっていう。ナイス、ナイス、ナイス。俺もうここにいればいいや。アメフラシとかここ来たら絶対勝てるので。暇なので一応取りに行こう。ここで投げれたらね、こういう時に投げるのは強いんですけどね。ぶっちゃけ、投げなくてもいいぜ。で、これも真ん中打つと、ほら、倒せる。すごいでしょ？強いんだよ。強いし、強いですよ、これ。あれ？やらかした、やらかした。当たんなかった。あー、当たんない。ただ、ノルマはいきそうですね。オッケー。で、ハイプレ打ちたいけど、ちょっとマルチミサイルがめんどくさい。ハイブレードです。OK。で、うわー、やめて、動けない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 、ハイブレードだと動けない。味方大丈夫ですか？はい、余裕。なんか、マジでキーくらい余裕だし、アオリイカがすごい。なんだこいつら。俺はやんないぞ。なんか今、お前もやれみたいに打ってきたけど、俺はやんないぞ。俺はそんな治安を悪くしたくない、スプラトゥーン2を。もうなんかどんどん悪くなってんのかな。もう管理もね、任天堂さんしなくなってそうだから。ありがとうございました。全部の金武器使いました。これがいいんですよ。これが気持ちいいんですよ。